おはようございます。今何時ですか？1時15分。響き返って寝てました。福助くんが汚いカバンの中身を整理しているようです。用意準備万端すぎて汚い。これから富士山の頂上を目指して、登頂したいと思っています、はい。さあ、今から登っていきます。寒いです。ライトを持ってないんでライト貸してあげました。すごい心もとないですが、まあ大丈夫でしょう。風がすごい吹いてますね。すごい吹いてます。こんな感じです。3776の8号目ここは海抜3000m。下に見える方にちっちゃい光が見えます。仕事ありますか？寒い。本8号目まで来ました。本8号目終点です。トモエカ9号目を目指します。9号目を目指します。私たちは、とりあえず完全防備で、もう本当寒くてしょうがないです。でも 人が多いです。すごいです。ただ人になってます。人だかり。2時半だというのに頑張りますね。さすが日本人です。いや外人も多いです。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。もうすぐご来光です。でも寒くてマスクマソに変身してます。この人懐かしい。僕も寒いんでもうかぶっちゃってます。頂上に今ついてないんですが、もうすぐ頂上なんでここからご来光を見ようと思ってます。綺麗です。ご来光を場所を変えてみました。頭の方がちょっと見えてきたような感じはしますが、まだまだでしょう。山中湖が見えます。ここにはトッパンポーヤブスケ君がいます。もうヘッドランプも必要ありません。雲の上といった感じですね。非常に、ワンダフルな、景色です。ようやくご来光が見えました。疲れました。でも雲の中に見えてます。福助君も私もめちゃめちゃ疲れてます。寒いです。死にそうです。とりあえずこれでちょっと頑張るだけか。あと山頂まではほんの少しなんで頑張っていきます。着きました。これが富士山の火口です。噴火口です。何百年前か着いたどまあ何百年前かに、噴火して、こんな、あ、何百年じゃないな、多分何十年かだな。昭和で一回あるもんね。ここじゃないけど、うん、そう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 。まあ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 、あのなんか砂利ばっかであんまり面白くなさそうなとこです。とりあえず日本一っていうところだけであんまり面白そうじゃないとこです。多分あそこが3776m の場所です。でもちょっと疲れたんで、もう僕たちはここの手前のとこで終わってます。疲れましたね。マスクマスを出る前にじゃあ僕の顔でもしてみますか。さっき晴れてたのにいきなりもう霧がかかって、もう雲の中です。
すごいです。雲を襲ってきます。こんな感じです。雲が襲ってきてます。すごいです。もう雲の中入っちゃいます。誰ですか、この人は。以前あの北海道で見たことあるんですけど、この人。まあ大体このバカなことをする人は大体一人しかいないんですけどって言って二人しかいないんで、まあ誰々が分かるとは思うんですけど、マスクマスは喋れないんだ。胴体に見えたから。喋ったじゃん。喋ってんじゃん。そう。喋ってんじゃん。うわ寒くなってきた。寒いね。もう降ります。本当に降ります。僕たち。